今回はですね、藤井聡太二冠やるじゃないですか。この藤井聡太二冠の強さを確率で語りたいなというふうに思っております。9月22日ですね、つい先日、羽生さんとの戦いにおいて負けちゃったじゃないですか。この羽生さんとの戦いに負けたことによってですね、勝率が実はぐっと下がったっての知ってます。結構下がったんですよ。 で、これ見てみると、えっと、それまでですね、ハブさんとの戦いで勝率84%だったんですけれども、勝率が高いがゆえにですね、1回負けてしまうと勝率グッと下がるんですね。で、私数字の専門家やってますんで、結構ね、そのあたりが気になるわけですよ。で、1回負けたらなんとですね、80.8%に下がりました。21勝5敗です。 まあなので、まだ80%キープしていること自体が、とんでもない強さだってことがよくわかるわけなんですけれども、でも一応藤井壮太二冠のですね、大ファンとしては、ああ、ちょっと勝率下がっちゃったなってなことを、ちょっと思っちゃってるわけです。で、今年のその藤井壮太二冠っていうのが、まあ相変わらずね、二冠をあっという間に取りまして、非常に強いなっていうのを思ってるわけなんですけど、特に実は特徴があるんですよ。こういう戦いにおいて、勝ってる。 負けてるっていうのが特徴があるんですね。で、それは何かっていうと、実は今年の藤井聡太二冠はですね、なんと後手番が強いんですね。後手なんですよ。で、これまで実は10回戦っておりまして、なんと10勝0敗です。勝率100%なんですよ。 で、普通、将棋って、先手後で比べたらですね、やっぱり、先手の方が若干ですけれども、まあ3、3%とか5%ポイントぐらいですね、勝率の方がだいたい上がるんですけれども、えー、藤井聡太棋聖はですね、なんと後手番が今年は100%なんですね。めちゃくちゃ強いと。なんか対策を打ってきてるんですかね。で、えっ、ー、と、先手が、実は今年はぐっと勝率が下がっております。 なんと 68.、68.8%ですね。えー、めちゃくちゃちょっと低いと。まあ、もともとね、えー、68.8%っていうと、2勝1敗ぐらいのね、それ以上勝っているっていう確率ではあるんで、 元々めちゃくちゃ強いっちゃ強いんですけれども、ただ、あのー、今までの勝率が84%ぐらいがね、たい平均勝率なんで、強いことをね、こう維持してきたってことを考えるとですね、なんか先手が調子が悪いなっていうのをちょっと思っちゃってます。もちろんね、確率的にたまたまかもしれないっていのがあるので、まあ、あの、今年度がちょっとね、最終的にどういう確率になるのかっていうのがすごく注目なんですけれども、まあ、ちなみに、えー、今年の先手の勝率は11勝5敗のよう ですね。そして今までの累計の勝率っていうのを見ていきたいと思います。なんと83.7%ですね。いやー強いと。 ということで、相変わらず強いな。今年の勝率がね、80.8%ということで、まあ、当たり前なんですけれども、将棋ってね、勝っていくとだんだん強い人と当たるシステムになってますんで、あの、今年がね、やっぱり勝率がぐっと下がってきてですね、まあ、それでも藤井二冠は、まあ、だんだん強くなってるとは言われてるんですが、えー、ちょっと勝率が下がってしまったという形ではあります。 まあでもね、全然焦る必要はないかなっていうぐらい勝率がもともと高いんですごくいいかなと思うんですけれども、でこの83.7%がいかに高いかっていうことをですね、示したいと思います。皆さん、83.7%の勝率の時に、30連勝ですね。今まで藤井二冠って29連勝デビューからやったじゃないですか。で、それを超える30連勝と、 3連敗です。これ、どっちが確率高いと思いますかなんと、30連勝の方が確率が若干高くなるんですね。これすごくないですか ?3 連敗より30連勝の方が確率高いってちょっと意味がわからないですよね。でも、確率で考えたら、実はそうなるんです。で、えー、具体的な数字で言いますと、なんと0.48%が30連勝です。そして、3連敗が0.43%。 本当かなって感じしますよね。なんかちょっと調子が悪い時とかね、3連敗とかすぐしそうだなとかって思っちゃうんですけど、これが83.7%の凄さなんですよ。なんとですね、今まで2016年から藤井聡太二冠はですね、デビューいたしまして、今まで1回も3連敗したことがないんですよ。これすごくないですかちょっと異常ですよね。 なんか、異常な強さだなっていう、まあちょっと思っちゃうぐらい、本当に強いと。で、えっと、今までどうかっていうと、2016年は、まぁ全勝してますと。で、2017年の時に、実は2連敗は1回したんですよ。で、2018年も2連敗1回したと。で、2019年、 に、に至っては2連敗を2回してしまったってのがあるんですけれども、普通の騎士からすればですね、まあ3連敗、4連敗で確率的に別に怒っても全然おかしくないっていうのが一応確率的な帰結としてはあるわけです。当たり前なんですよ、負けで。だけど、<laughs> 負けないんですね。で、これまで、えー、と藤井聡太二冠は何回ぐらい戦ってるのかっていうと、なんと217回戦ってるわけです。 217回戦ってたら、勝率五分五分だったらですよ、108回ぐらいですかね。108勝、108敗ぐらいな感じのイメージなんですよ。そうしたら、すぐに3連敗とかしそうじゃないですか。だからちょっと調子が悪い時とか5連敗、6連敗。まあなんか7、8ぐらいの連敗もね、もしかしたらやっちゃうかもしれないというぐらい、その確率的には十分起こり得ることではあるとは思うんですけれども、 なんと3連敗1回もしたことがないっていうふうに考えたらこの確率ってちょっと信用できるようになるかもしれませんよね。そう。だから30連勝も、まああのこの間のねちょっと動画でも30連勝起こる確率ってあるかもよってことをお話したんですけどちょっと今日の動画でもお伝えしたいのがもしかしたらは30連勝あり得るぞと。で逆に3連敗の方がないぞと。 なんかこれから1、2年ぐらい、なんか3連敗なかったら、さらになんか伝説って感じがしますよね。3連敗なんか、勝負の世界で3連敗がないってどういうことなんだろうっていうぐらい、まあ本当に強いよねっていうところが。 藤井聡太二冠がですね、今、えー、全記者の中でも実現しているありえない数字だということをちょっと知っていただけたら嬉しいなというふうに思っております。さらに、ちょっともう一つ考えてみると、勝率83.7%と勝率80%ってあるじゃないですか。で、これって、たった3.7%ポイントですよ。 まあ全然ね、大した違いには思えないっていうふうに思うかもしれませんけれども、勝率が80%に下がるだけで、全然違った景色が見えてきます。こちらですね。えっと、30連勝する確率がぐっと下がります。えー、なんと4分の1ですね。に下がってしまうんですね。0.12%。つまり、まあ大体800回とか900回ぐらい挑戦をして、 ようやく30連勝できるかできないかって感じですね。まあ大体確率的に計算すれば、800回900回ぐらい挑戦すると、えー、30連勝できる確率が大体いい7割ぐらいになりますね。まあそういった確率になってくるわけなんですが、まあいずれにせよ800回900回挑戦する機会ってなかなかないんで、まあちょっとなかなか現実的かなり厳しい数じゃないかっていうところをやっぱ思ってます。 で、えー、3連敗する確率は逆にぐっと上がってきますね。えー、1%より超一したって形になるので、まあ、あれです、120回とかね、120回、130回ぐらい戦いの挑戦すれば、えー、1回ぐらいは3連敗いそうだっていう確率になるわけです。だから、 えっと、勝率8割ですら高いのに、今、勝率、平均勝率がそもそも83.7%を維持してる時点でもう化け物だってことがよくわかるわけです。 もちろんこれはデビューの時からね、まあ余談で、えー、と C q 2組から始まったので、そんなにまあ正直プロの中でもめちゃくちゃ強いと戦ってるかって言ったら、どちらかというと相対的に弱い人と戦って、そのぐらいの勝率が実現できたよってことは十分あったと思います。ただ、えー、今結構強い人と戦ってる中で、まあこの間ハブさんと戦う前までは、 えー、それでもね、勝率が84%を維持してきた、来ているってこと自体もね、相当強いんだってことを、えー、なんかこう数字の観点でですね、分かってもらえたら、将棋の新たな楽しみ方として、藤井二冠は何連勝するんだろうってことを思いながらですね、将棋の番組見れるんじゃないかなというふうに思います。ちなみに84、84%っていうのは、えー、連勝するのが当たり前なので、 むしろ、あの、負けるっていうのが珍しいわけです。だいたい7回中6回ぐらい勝たないとですね、そもそも84%ならないんです。だから、6連勝が当たり前なんですよね。まあ、だからこそ、こう、なんていうんですか、いつも勝つ戦いが見れるっていうのも、藤井聡太二冠のですね、非常に、 なんか、あの、私の一将棋ファンからしての、こう、視点なのかな、というふうに思っております。ちなみに、えー、30連勝と3連敗、この確率についてはですね、先日アップした動画のコメント欄でちょっと教えてくれた方がいたんですね。なので、えーと、今回もですね、なんかちょっと取り上げさせていただいたんですけれども、皆さんも気がつくような確率があったらですね、また今回の動画のように取り上げたいな、というふうに思ってますんで、よかったら高評価、そして、えー、コメント欄でぜひ、えー、コメントの方いただけたらというふうに思っております。 え最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これからも藤井聡太二冠の戦いが楽しみだということで、ありがとうございました。